これもうずっと湧き水で出てるんですか、これは。で、はい。まずどれが菊芋かもわからないという。これが菊芋の 木ですね。で、こういうような形で、はい。2メーターぐらい高さになるんですよ。あ、大きくなるんですか。はい。へえ。で、こういう形でこうどこに菊芋があるかが分かるように、はい。ちょっと残しとったんですけど、はい。もう結構太い木なんですね。うん、こんな感じで、ここ掘ってみてください。ちょっとお願いしていいですか。はい。これ、もうちょっとこれですね。はい。それ周りを。こんなもんですか。はい。いやいや、あの、その周りの根に一個あります。あ、この辺ですか。はいはい。掘り起こしてください。これじゃなくて。ええ、それやってるんですよ。あ、違うんですね。はい。おお。え、あ、切れた。あ、切れた、切れましたね。そうそう、それが菊芋ですね。それは根ですね。これが菊芋ですね、じゃあ。はい。バクバクバク掘ってみてください。何個ぐらいになるんですか。何個ぐらいなのかってのはよくわからんけど、まとまってあるところにはまとまってあるんですけど。うわ、すごい。おお、あ、これは菊芋。そうそう、それは菊芋。大きくないですか。僕テレビで見たのちっちゃかったです。うん。うん、大きいよ、大きいです。へえ。すげえ。どれぐらい、この根っこがまだあるけど、まだあるってことですか。あると思いますね、まだ。お、これもそうだ。どっちごか。うん、一個の根からいくつか取れると思いますね。これは根っこですね。はい、それはもう置いとってください、ね。また出ま、芽が出ますから。これまたなるんですか。はい。この周りにこう、いくつかあると思うんですよね。あ、これもそうですか。はい、そうです、そうです。これ種も食べれるし種にも。あ、はい、そうそうそう。掘らなかったらまたどんどん芽が出て。はい。面白い。あ、今なんか切れましたね。うん。そこありますね、この中に。これセンスがいますね。はい。もう半分に今断ち切れてますよね。はい、これそうですね。これ半分にこう。あ、これが。あらら。あ、こうもですね。うわ、すごい。え、どういう味なんですか、これって。まあ、淡白なけど、そこ一個ありますね。あ、そう。淡白なけど、美味しいですよね。うんうんうん、で、油炒めで食べても美味しいし、はい、これ甘酢漬けにしてるんですけど、はい、女房を前に食べてますね。便通がすごく良くなったりで、うん、今ちょっとお父さんが便秘なんですよ。あ、そうですか。ちょっと食べさせてあげよう。すごい面白い。この辺でっかいですね、ミミズが。ミミズ、それミミズですね。うん、ちょっと切れてしまうんですけど。うん、すごい。この辺一回ずっとあるの。はい、これもあの菊芋畑なんですよね。あ、これも全部そうですか。うん、おそらくこの辺ずっと掘ってみてください。まだ掘っていいですか。あ、いいですよ、全然。こんな大きなのはめったにないですよね。はい、毎年掘り寄ったらやっぱここも大きならない。お、これ大きい。これでかくないですか。あ、それ大きいですね。大きいですよね。すごい。こんなお母さんが来たらもうめっちゃ喜びます。神田さんのお父さんお母さんも畑一緒にやってるんですか。お母さんだけですね。あ、お父さんはもう、あ、お父さんすぐそこの会社です。あ、そうですか。はい、へえ。ここの畑の農園主さんから菊芋を取らんかということで、今菊芋を収穫させてもらってます。こうやってですね、このスコップでズボッと掘ると、こうやってね、地表部近くにこうやって種芋が上がってきてるような感じで、もう場合によってね、こう2個3個結構大きいのができてきてます。これね、すっごい面白い。
これね、ちょっと掘るだけでゴロゴロ出てくるんで、しかも健康にいいそうなんで、便秘とかですね、そういったにすごい効くそうです。見てください、これ一箇所掘っただけでもうゴロゴロ出てくる。これすごい貴重な体験ですね。でこれ掘ったやつはもう持って帰っていいそうなんで、食べれるし種芋として使っていいそうなんで、これね、まだもっと大きいのが2、3個、これぐらい分の大きい芋が今さっき車にもう乗せたんですけど取れましたんで、まあ、ちっちゃいの、あー大丈夫です。種芋は、ちっちゃいのは種芋、大きいのは、食べるために持って帰りたいと思います。はい、じゃあ今日はねこうやってお友達のおいちゃんに畑に連れてきてもらって、もみ殻と里芋で菊芋までもらって、お礼に草刈りをして、させていただきました。はい、ということで、また畑を通じてお友達になった方々にお世話になりましたんで、こうやって畑を通じた縁を大事にしていきたいと思います。はい、じゃあ今日の動画面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。バイバイ。これがすごい、ここにしとったんですよね。はい、すごい大きなんです。ここのもうどんどん増えていきますもんね。伸びるたら普通、自分この前撮ったんですけど2センチぐらいのが一番大きいやつで、多分これぐらいやったんですよ。ですよね。これとかでかすぎです。玉ねぎみたいな。すごい、玉ねぎより優秀ですね、うちの玉ねぎ。これはそこの堆肥の肥料がこっちに流れてるんで、おそらく効いてるけどね。結構入れた方がいいってことですね。逆に参考にしよう。